話し方向上委員会です。今日のテーマは、メンタルを強くする習慣をお届けいたします。 さあ、突然ですが、いかがでしょうか皆さんはメンタルが強い方でしょうか弱い方でしょうか私はね、もともと本当にメンタルが弱くてね、苦労した人間なので、メンタルって言われるとなーっていうのがあるんですよね。いろんなことチャレンジしてまいりました。今日はね、まあ、話し方向上委員会ということで、いつも話し方のことをお伝えしてるんですけども、今日のテーマはメンタルなんです。で、なんでこのメンタルの話をしてるかというと、まあ、我々は今全国でですね、あの、講師の方も100人ぐらいいて、まあ、各地でこう、マンツーマンのね、レッスンとかトレーニングやってるんですけれども、この中で、メンタルに関する するご相談って結構いただくんです。いくつかちょっとご紹介したいと思うんですけど、上がり症で人前のスピーチなどが悩みの種です。話術以前にメンタル面を改善したいです。こんなお問い合わせいただきました。人との会話が苦手です。今までできるだけ会話を避けてきました。少しでも話すことをしなければならないと思うとメンタルがやられそうになります。こういうのもあります。できると信じ込む。 自分を強く持つといった曖昧なことではなく、即実践できるメンタルを強くする方法を知りたいんですと。こういうね、メンタルに関するお問い合わせとご相談って意外とね、多いんですよね。 そもそもメンタルとは何ぞやと。これはまあ直訳するとそのまま心の持ちようとか精神とかいうことになりますけれども、メンタルなんていう言葉聞く機会結構多いんじゃないですかね。最近だと豆腐メンタルなんて言ってね、こうボロボロになりやすい例戸として豆腐メンタルなんて言ったり、メンタルダウンなんていう言葉も結構あったりするんですこのメンタルがね、燃え尽きてメルドダウンみたいな感じですよね。ダウンしてしまうと。 あの人メンタルがやられてるんじゃないかしらとかね、職場でそんな話もしたりうメンタルって意外と出てくるんですよね。で、メンタルが崩壊するときって大体決まってるんです。どんなときだと思いますかこれはストレスがピークを迎えたとき。 これをバーンアウトって言ってる、ね。まあ、燃え尽き症候群なんて言われますけれども、もうやりすぎてね、もうストレスがピーク溜まりすぎて、皆さんどうでこう、肺になるような感じね。そうするとこう、虚無感を感じたりとか、まあ、自己嫌悪に陥ったりすると。まあ、このストレスをね、ピークを迎え続けると、バーンとメンタルが崩壊すると、というのがあります。なので、早めのパブロンじゃないですけど、早めにね、こう、対策を打っていくということが、え、大事なポイントですね。今日はまあ、メンタルとかね、まあ、そんな気にしたことないなっていう方もですね、いずれストレスを 抱えるってことたくさんあると思いますのでぜひメンタルが弱いなとかねあんまり考えたことないなっていう人も含めて最後までご視聴いただけると今後のパフォーマンスを上げるヒントが盛りだくさんだと思いますのでぜひご視聴くださいまたこういったメンタルに関するご相談とかね興味あるメンタルトレーニングとかありましたらぜひコメント欄に入れていただけると嬉しいですまたその題材もね扱いながら皆さんにメソッドをお届けしたいと思いますまた今日の内容が良ければですねグッドボタンを押していただけると励みになりますチャンネル登録もよろしくお願いします さあ行きましょう。メンタルを強くする習慣です。これいつも通り定義から行きたいんですけれども、まずメンタルとは何ぞやと。これは先ほど言ったように心の持ちようとか、まあ、精神ってことですね。これはいいですよね。こういう気持ちというか心の持ちよう。問題はこっちなんですよ。強くするってなにっていうことなんです。例えば皆さんメンタルが強いなっていう方、ちょっと一人、二人こうね、思い出していただいてよろしいでしょうか。どんな方ですかね、メンタルが強い方。おそらくこんな想像あるんじゃないでしょうか。例えば、上司にこう怒られた。その時にですね、 ありがとうございますってね。もうこうなんか素直に折れないねっていうね、明るい方とかね。お客様にね、これよろしくお願いしますって、ま提案して営業した、そしたら断られた、そしたらまたよろしくお願いしますって、爽やかに言える方とかね。あと何度告白して振られてもね、全然めげずに何回も告白するみたいな。まあ、これ折れないねみたいな、こう、鋼鉄の心臓っていうんですかね。こういうのをね、ストロングタイプって言いますけれども。もう来たもの全部打ち返せると。心臓に毛がボーボーですね、みたいな人ですよね。 このストロングタイプっていうのは一番イメージしやすい方なんじゃないかなと思うんです。または、こういう方もいらっしゃるんです。レジリエンスタイプと言って、まあレジリエンスっていうのは回復とか弾力とかしなやかっていう意味なんですけども、ストレスが来るのは分かってると。だけど、これをうまく受け流したりとか、何か解釈を変えたりとか、来るんだけどボンヨヨヨンみたいなちゃんとこう跳ね返せるとか、この回復とか弾力とかしなやかって、まあレジリエンスですよね。この回復力と。 ストレスを受け止めながら自分の中でこう対応していくレジリエンスタイプっていう方もいらっしゃるわけです。こういう人もいるんです。don't worry タイプ。don't worry っていうのは日本語に訳すとですね、まあ、気にしないっていうことなんです。だからストレスが来てるのに全く気づいてもいない方っていうのいらっしゃるわけですよ。例えば、 あんなこと言われてよく怒んないねんって。え何がですかみたいな。こう、自分では全然気づいてないみたいなね。街中でこう、ナンパしてて、声かけて、無視されたら、あれ聞こえてなかったのかなみたいな。あの、全然気にしないっていうか、ストレスがもう入ってこないみたいなね。無敵ですよね、こうなるとね。こういうドントウリタイプっていうのもいると。だから強いって言っても、いろんな定義ありますよね。とまず一つ目のストロングタイプ。全然カチコチな心臓を持っている方もいれば、レジリエンスタイプといって、えー、ちゃんと受け流せる弾力性のある方もいれば。3つ目にどんどり 大体もう気にもしないと気にもならないとまあ起業家にこういう方多いですよねリスクの感度がバグってるというかなんかリスクだとも思ってないみたいなチャレンジチャレンジみたいな形のこういう方もいるとだから皆さんがまず強くなりたいと思う時はその強いを定義してどこに向かうのかっていうのを定める必要がありますよということなんですよ お医者さんになりたい。だから、六方全書買いに行きます。みたいなね。これ、弁護士になるわけじゃないんだから、みたいなことで。やっぱり、ゴールって大事だよね、ということなんです。強いの定義って、やっぱ、それぞれありますよね、と。今日三つご紹介しましたけれども、一番のストロングタイプになろうって、なかなか難しいですよね。ただでさえメンタルが弱いのにな、と思ってるのにね、もうストロング、頑張れ頑張れみたいな、強制されてみたいな感じで、心が折れそうになっちゃうし、三番目の、ドント・ォーリータイプ、気にもならないっていう方、結構、天性の素質的なところがありそうな気しませんいきなりそうなれたって難しそうだ。 ということで、メンタルトレーニングでお勧すすめするのは2番なんです。これがレジリエンスタイプと言われる。最近レジリエンス研修とかね、レジリエンスストレスマネジメントとかもいっぱい出てますけれども、やっぱりストレスって受けるよねと。その出来事自体をなくすのは大変だから、受け止め方とか、対応の仕方とか、吸収の仕方とか、これをやっていきましょうっていうのがレジリエンスってことですね。これを皆さんにお勧めします。じゃあそのレジリエンス力を高めるにはどうしたらいいかって話になりますよね。 これは7月に出させていただいて、このね、話し方のすべて、えー、にも6章の7項目ね、書かせていただいたんですけども、これがね、今日一番おすすめするレジリエンス、回復力、パワーワードなんです。それは何かというと、この本の中で、いつも機嫌がいい人の話し方っていう項目があるんです。ここで引いてるのは何かというと、ご機嫌マネジメントということです。自分のご機嫌は自分で取ろうということ。これ聞いたことありますか笑い芸人のね、みやぞんさんが言われて、すごくね、SNS とかで有名になりましたけども、 自分のご機嫌は自分で取ろうと。みやぞんさんが24時間テレビのチャリティーランナーの時からの時に大変だと。大変なこといっぱいあるけども、自分のご機嫌は自分で取ろうというので、こう結構ね、広まったと。言ってきゅうの山登りのと大変な時にでもね、みやぞんさん言ってましたけども。ね、自分のご機嫌は自分で取ろうよということなんです。その通りだと思いません 例えば、機嫌が悪い人っていませんかあ仕事多いなーっていつもこう、機嫌悪そうにしてるとか。多いのに文句まで言われてもう、いや、たまったもんじゃねえなーと。そんな中でこう、ランチ食べに行ったら店員さんの態度が悪い。なんだよ、店員さんの態度悪いなーと。そして外に出たら雨が降ってきた。うわ、ついてねえなーと。そして会社に戻ったら、なんであいつあんなこと言うのかなーと。 あんな言い方しなくてもよくないっていつも不機嫌そうな人ってこれどうですかね内なる声のなんかボディーブローのように自分でやられていくような感じしません自分でご機嫌を取っていくっていう感覚が大事だよっていうことなんですよね。例えば、仕事がめちゃめちゃ多い、誰か助けてくれる人いないかなーってこうご機嫌そうにしてるとですね、ニコニコしてたら誰か、なんかあったみたいな感じでこう声かけやすかったりすると思いません 文句言われたとしたら、うわっちゃー、けど次頑張ろうってニコニコしてる人に、やっぱり上司としてはね、可愛い気があるなと思うわけですよ。 ランチに入っても店員さんの態度が悪かったけどね。じゃあ、また来ます、みたいなね。僕、先日だったんですけれども、ランチは14時で閉店なんですけど、僕は13時20分ぐらいに行ったわけまだ40分もあるわけですよねで。そこでガラガラガラって入った店員さんがですね、あ、2時で終わりなんで、もう無理ですって、いきなり言われたんですよ。え、まだ40分もあるのにと思ったんですけれども、あ、ご機嫌、ご機嫌ということで、あ、そうですか。また来ますなんて言って、出て行ったんですけど そしたらね、数分歩いたところにね、ワンコそば始めましたっていう定食さん見つけて、皆さん、ワンコそばって食べたことあります聞いたことはあるけど、ワンコそば食べたことある経験がある方ってあんまいらっしゃらないですか僕、初めてワンコそば店っていうのを発見してですね、そんなものあるのと。すみません、こういうワンクこう入れてく、こうやって食べてくやつ。初めてワンコそばチャレンジしてみましたけど。多分、あれはね、店員さんの態度が悪い。なんだよ、畜生と思って、もう、とっとと帰ろうと思ってたら、新しいワンコそばを食べるなんて発見はできなかったと思うんですけど、ありがとうございます っっっって言ったおかかげで、まあ、ちょっとこうどいワンコそばみたいな新しい発見ができたということでありましたけどもねご機嫌でいるといろんな発見があるかもしれないですよねあの人なんであんな言い方するのかとなんか私のこと嫌いなのかしらチッと思っていくと関係性だんだん悪くなりますけど意外とニコニコねおはようなんつって声かけたらどっちらもおはようなんてあなんか気のせいだったかしらみたいなね勘違いしてることなんかもいっぱいあるわけなんですよ だから自分のご機嫌は自分で取っていくと何がいいことがあるかと。周りに人が集まってくる。そりゃそうですよね。人間の製造本能たる。やっぱり声かけようと思ったら不機嫌そうな人よりもニコニコしてる人の方が声かけやすいですよね。ニコニコしてる人から人間で物を買いたいわけですよ。不機嫌そうな営業マンから車とか買いたくないですよね。マイホームとかね。やっぱりご機嫌でニコニコされてる営業マンから家とか買いたいわけですよ。こうやってご機嫌でいると周りに人が集まってくる。 メンタルが弱い人の特徴ま、あこれはいくつかあれど、最大の特徴はですね、一人で頑張ってるんですよ。頑張んなきゃ。やらなきゃ。もっとやんなきゃ。なんで こう自分の中でもや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 しだすと、なかなかその沼から抜け出せなくなる。だから真面目な方多いんですよね。一生懸命一人で頑張ってる。でもどうですかアフリカとか行って20人家族とかでメンタルやられてるなとか、いないと思いますよ。周りにやっぱりいろんな人がいて、えー、いろんなコミュニケーションを取る中で自分の中でこう成長していく。そのためには戻りますけれども、ご機嫌でいることと。 そうすると、周りの人も声かけやすい。助けやすい。こっちからも声かけやすい。ご機嫌なメンタルを作っていくことによって、周りにたくさんこう人を広めていくと。いうことで、今日はご機嫌マネジメントということをお伝えをしました。チーッとかね、腹が立つとかイラッとすること。これはもちろんあるんです。それはもう反応だからするのはしょうがないと。今日店員さんの話しましたけれどもね、ゴンとか水を置かれたらなんだって一瞬なりますなりますけれども、そこ、ああ、ご機嫌マネジメント。ありがとうございます。なんて言うと、なんかデザートだかなんかサービスがあるかもしれないとか。 サービスがあるるるるためににご機嫌よよくくしてててわけけじゃないいいいいんんでですけどニコニココされここのかいところにやっっかととろやぱり込ねそうやって、メンタルを整えていきませんかという提案でした。シッとなった時に、ご機嫌マネジメントってなるのは、なかなか大変なんですけど、人間の細胞っていうのは90日で1回変わるって言いますから、3ヶ月ぐらいですよね。腰据えて、そうだ、ご機嫌マネジメント、ご機嫌マネジメント、イラッとすることがあるけど、ご機嫌マネジメントってやってみると、意外と習慣になったりするので、ぜひチャレンジしてみていただきたいと思います。そして、またこうやって他者とのコミュニケーションとかね、 いろんなやり取りとか会話の仕方とか学んでいくとまた面白いので、ぜひ概要欄見てみてください。弊社が月150本やってる伝わる話し方セミナー、コミュニケーションのセミナー満載でありますので、ぜひリンクをクリックしてみてください。それではまたお会いしましょう。では。